黄巾の乱は五漢末期の184年に中国において太平未知の信者が教祖の聴覚を指導者として起こした組織的な農民判断である。目印として黄巾と呼ばれる黄色い頭巾を頭に巻いたことからこの名がついた。現代中国では黄巾木々ともいい小説三国支援儀では反乱軍を黄巾族と呼んでいる。この反乱は 五冠の衰退を招き、義、職、語が定立した三国時代に移る一つの契機となった。奇襲巨六軍の長閣は、太平記憶史料書に基づく、同郷的な結果による治病を行った。伝えられるところでは、山中で薬草を取ってきた時に、南花老船に出会い、催眠妖術という伝承を授かり、妖術を覚え治病を行い太平道を広めた。それをもって、 大衆の信心を掌握し、政治色を酷くしていった太平道は数十万の信徒を三十六個に分け、一単位を法と市軍事組織化していった。そして武装放棄を計画した長閣は、官王朝の転覆を暗示した、総点に意思を点倒立度し、在公子殿下大吉というスローガンを流布し、役所の門などに公子の二文字を書いて呼びかけた。八十四年、先に、 慶州、洋州で兵を集めさせていた、馬元吉を落葉に送り込み、中条寺の風、助笹具等を内応させ3月5日に打ちと、外から放棄するよう約束したが、長閣の弟子の塔甘根が、観岸たちに密告したことで、放棄計画が発覚し、馬元吉は、車先にされた。ことを重く見た霊典は参考や、司令に命じ、宮中の衛兵や民衆を調べさせ千人余りを、 中殺し、聴覚捕獲の命を下した。2月、事が漏れた聴覚は、予定より早く処方に明治一斉に放棄し、自らも、天皇将軍と称し、弟の長太から、長領をそれぞれ地公人公将軍とした。阿弥と天見捧げで、聴覚に呼応した住民が王を捕らえた。3月、霊帝は何進むを大将軍と師匠兵を、徒弟に駐屯させ、 八つの席に問いを置き、洛陽を守護させた。候補高しや、旅行等の進言によって、東古の金を解き、寛解から追放されていた、清流知識人が、後金軍に合流するのを防ぎ、かつ、これを利用した。また、宮中の蔵の銭と西園の馬を出し人材を募り、露職を聴覚がいる、紀州方面へ、候補高しと主春に、予習衛星方面へと、 それぞれ黄金軍の勢力が強いところへ派遣した。184年4月、主春は英英戦にて黄金軍の破砕と激突し敗走する。助南大衆の長剣は少量で黄金軍に敗北。5月、候補高氏シ朱春は長者に籠城し、それをナミサイは大軍を持って包囲した。劣勢の中、黄穂高は軍をぶし引けを用いて、 南西軍を混乱させ長者を撃って出て、南西軍を敗走させた。そこにちょうど援軍に来た曹操軍と合流しさらに戦い大いに打ち破り、追撃指揮的において、南西軍を、6月に、聖火にて、砲奪軍をそれぞれ壊滅し、黄金軍の別動隊を破った大院と共に、予習を平定した。184年3月、慶州南洋にて、 長万世率いる南洋公金軍が放棄。南洋大衆の著密具を攻め殺した上、自らを上城司と称し、宛城に駐屯した。6月、新しく南洋大衆に任命された畑傑は、長万世を攻めこれを切ったが、南洋公金軍は新たに、長広氏を指揮官に立てて盛り返し、宛城にこもった。余州を平定し終えた主春は、慶州志氏の女。 畑津と合流し当て城を包囲した。8月、当て城を包囲中に何者かが、主春皇鉄を進言しているという噂が流れる。この事態を受け、主春は急遽攻撃を開始し、長広氏を切った。長広氏を失った。黄金軍は、半田出を代わりに立て再び当て城にこもったが、主春貴下の尊権の活躍もあり当て城は落城した。 ハンタダは脱出し降伏しようとするが主春が受け入れず、その後打ち破られた。ハンタダは、畑津に殺されてしまったため、南洋黄金軍は新たに孫夏を立て抵抗を続けた。10月、主春は激しく抵抗を続けた孫夏をついに破り、南洋黄金軍を壊滅せしめた。寝代の諸物の黄金の乱、劉備官羽張飛の三人184年4月。 孔明の孔金軍は、優秀志士の各勲佐と、孔陽太守の龍守を攻め殺した。6月、奇襲にて、孔金軍に連戦連勝した、露食軍は、長角が広胸に籠上するとそれを包囲し、攻め落とそうとした。露食軍は、終士優勢だったが派遣されてきた、昇降門の作法に賄賂を送らなかったため、恨まれ残言されて、職を解かれてしまう。代わりに、 当宅が派遣されたが逆に、黄金軍に敗れた。8月、霊帝は、予州を平定した後遠州東軍において占い、己、軍を打ち破った、候補高を奇襲に派遣するよう命じた。10月、候補高は広胸で、黄金軍を奇襲によって破り、長領を切った。この時すでに長閣は病死していたのでその遺体を引きずり出しさらした。さらに、 巨牧大衆の各点と共に、極微に手帳だからを打ち破りこれを切った。これにより指導者を失った、黄金軍は和解し、黄金の乱は収束に向かう。しかしながら、長家倉幹部が死去した後も、乱の根本的原因である政治腐敗による民衆への火星が改善されることはなく、黄金軍の残党はこの後も広範な地域に跋扈し、反乱を繰り返したり、 山賊行為や盗賊行為を行っていた。これらの中で、要捧ぐ、藩明に率いられ白波谷によった残党は、白波族と称されたが、検定の落葉期間の際に、五官に基準し、皇帝学官を目論む、理覚、各氏らと交戦した。後に、盗賊のことを、白波と称するのはこれによる。また、下北では、長円の黒山賊が拡挙し、 西州でも黄金軍が大流行しており、西州の黄金軍100万人は中国北部を大いに嵐高村山に大敗する。187年、長巡が反乱を起こし、西州市市は長巡討伐を命じた。討伐軍が平原を通過した時、劉士兵は劉備が武勇に優れていると述べて、十字に推薦した。劉備は従軍し、 電夜で敵軍と戦い負傷し、死んだふりをして、後から友人に助けられた出。軍港で安危県の城になった。188年、駅州で黄巾を合する馬将らが挙兵し、駅州志の客権を殺害した。馬将は天守を称したが、下流によって撃たれた。192年、遠州志の流体が戦死。黄巾軍の勢力が弱かった。 両州のような地域でも互関政府の統制が弱まったため、関水らが相次いで無軌道な反乱、自立、抗争を繰り返し、異民族も偏京でしばしば略奪行為を行った。このような治安の悪化に備えるため、主に皇族を中心にして、村落共同体規模で自衛、自警のための武装を行う者が現れた。治安の悪化に伴い、 岐人を含む多くの民が難を避けて、慶州、陽州、駅州、甲州など、港南や四川の辺境地域に移住したことは、これらの地域の文化水準の向上と開発を促し、これらの地域が自立する素地を成したことは、三国時代やその後の南北朝時代の要因となった。黄金の乱ーを、軍閥的な勢力が多数出現し、これらによる、 軍有拡挙の様相を呈するが、これら軍閥を支えていたのは、黄金の乱により武装化した豪族たちと、広範な地域に拡散した知識人たちであった。ありがとうございます。